イヴァン・スティパノビチ・シラエフ、ロシア語、TR、イヴァン・スチパーナビチ・スイラーエフ、ロシア語ラテン本事、イヴァン・スティポーノビッチ・サイリル、1930年10月21日体は、ソビエト連邦の政治家。ボリス・エリツィンの下とで、1990年6月から、ロシア共和国首相を務め、ソ連8月クーデター後、ソ連国民経済管理委員会委員長として、実質的に、 ソ連最後の首相を務めた。ソ連ロシア連邦共和国のニジニノブゴロド州に生まれる。1954年、火山航空大学を卒業後、航空機製造工場、ソ連航空工業省に勤務し、航空工業大臣。1985年からミハイル・ゴルバチョフ書記長の元、ソ連副首相、機械製作本部議長を兼務する。1990年6月から、 ロシア連邦共和国の首相に就任する。旧新改革派のエリツィン最高会議議長と、ソ連共産党保守派のイワン・ポロスコフロシア共産党、第一初期の間にあって、シラーエフはゴルバチョフ系の中間派に位置する、経済実務の責任者であった。1991年8月のクーデターでは、エリツィンと共にあって、ロシア最高会議ビルに籠城し、クーデター失敗後、 アレクサンドルルツコイ副大統領らとクリミア半島に飛びゴルバチョフを無事に救出した。1991年9月26日、新設されたソ連国民経済管理委員会委員長に就任。経済首相とも呼べる地位につき、ゴルバチョフと共にソ連経済再建に着手する寸前にソ連は崩壊した。その後、シラー F は、 新生ロシアの EU 代表となった。ありがとうございます。